はい、ただいま、録画を開始いたしました。それではですね、JFT 日本語教師オンラインセミナーをこれより、始めさせていただきたいと思います。まず本日はですね、このオンラインセミナー、オンライン講演会にご参加くださいまして、皆様どうもありがとうございます。まず最初にですね、チェックインとして、チャットボックスにですね、一言ずつ、簡単な自己紹介をお書きください。なお、この自己紹介の部分、チャットボックスの部分は、録画されませんので、個人情報をお書きになっても、このズームに参加している人以外には見られることはございません。はい、それではですね、皆さんがチャットボックスに書き込んでくださっている間に、本日の予定をお知らせしたいと思います。この後すぐにですね、30分程度の、矢吹先生の方からのお話を伺います。で、後半の30分は、最初の10分間グループディスカッション。で、その後、こちらに戻りまして、ディスカッションのまとめを、チャットボックスで共有させていただきたいと思います。で、その後の残りの10分間で全体の質疑応答という予定になっております。このチャットボックスはですね、皆さん質問などございましたらいつでも書いてくださっても結構ですが、先生のお話の間は、お答えになることができないので、最後にまとめて、質疑応答という形になります。はい。それではですね、いよいよ矢吹先生からお話を伺いたいと思います。矢吹先生はい。のカメラついてますよね。はあ、い、じゃついてるんですが。あ、今ね、まだはい。僕の環境ではカメラがまだついてないようなんですけど、でも、あ、そうですか。え、どうしたらいいんでしょうか。あ、じゃあ、そうですね。どうしましょう。じゃあもう、一番左下のビデオカメラのアイコンで、普通はつきます。スタートビデオっていうとこですあ、か。そうです、そうです。はい。はい、はい。これでよろしいあ、でし今ょう大か。丈夫です。はい。あ、そうようですこそか。いらっしゃいませ。はい。本当になんか夜のところで。すいません。皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。ヨーク大学の矢吹聡と申します。今、ざっとチャットボックスで拝見しましたら、なんかカナダだけじゃなくて、いろいろなところからたくさんの方がご参加くださっているようで、本当にありがとうございます。ちょっと緊張してきました。では、早速始めさせていただきたいと思いますが、ちょっと待って。これでいいのかな。いや、だめ、あ、今戻ったところです。はい。ちょっともう一回やってみまはい。す。はい。これで大丈夫でしょうか。見えますか。はい、今スライドショーが始まったところです。はい、はい。声の大きさはいかがでしょうか。僕はよく聞こえます。はい。少なくとも小さすぎるということは多分ないと思います。そうはでい。すか。はい。では、始めたいと思います。今日はですね、日本語教師として文法について考えるという、随分大きいトピックになってしまいましたが、時間が限られていますので、副題にありますように、あくまで、日本語学習者の学びを促進するという目的を念頭に、なるべく簡潔にお話ししまして、で、その後、ディスカッションの時間が取れればと考えております。で、今日のアジェンダですが、先ほど村上先生がおっしゃってくださったように、まず日本語の文法の再考ということで、30分ほど私が個人的に興味を持って研究しております連体修飾節の項目を一つの具体例としてお話しした後、小さいグループに分かれてディスカッション、で、その結果の発表、で、その後 Q&A ということで進めていきたいと思います。では、まず日本語の文法の定義ですが、平たく言えば、日本語の言語としてのルール、規則ということになりますが、一般的にまずは単語レベルでの言葉の形に関する規則、例えば動詞や形容詞の活用形ですとか、それから文を作る上での規則、名詞、動詞に助詞などが加わったレベル、この2つを示すことが多いです。で、さらに広く考えますと、文を超えた文章レベル、接続詞や指示詞、それから日本語の使用者や、コンテキストを考慮した場合の規則、いわゆるプラグマティクスも含まれます。
でここでちょっと問題提起なのですが、日本語の文法は特にシンタックスの分野では英語の観点や研究に基づいて語られることが多いです。ですがこれからお話しますように、日本語には英語には見られない表現がいろいろあります。でそういう日本語に独特の文法はどう扱えばいいのかということがまず問題になってきます。それから私たちは日本語の教科書などで導入される文法項目の順序ですとか種類などに縛られていないかということがあります。で例えば日本語を教えていて、この文型は正式にはまだ導入されてないのないから使えないなということで、わざと避けてしまったりとか、この文型の練習問題はなんかつまんないなとか思いながらも深く考えることなくなってしまったりとか、そういうことがあるかなと思いますが、ではどうしたらいいかという問題です。でこの2点を念頭において考えていきたいと思います。ということで、一般的な日本語の授業では基本的に何らかの文型を少しずつ導入しながら進めていくというケースが多いかと思いますが、その場合どんな文法項目をどの順序で導入するかということがあります。日本語の初級の教科書などを見ますと、最初はほとんど何々は何々ですという文型から入って、例えば私は学生です、今何時ですか、8時です、これはいくらですか、それは200円ですというような文が続いて、一般動詞が入ってくるのは結構後になっているようですが、では割と早いうちから動詞をいくつか導入してしまってはいけないのかというようなことがあります。またどのような方法で導入するかというのももちろん重要で、日本語教師は教科書に書いてある説明や練習問題を全部カバーする代わりに何ができるかということになります。今日一例としてお話しします日本語の連体修飾説、連体説ですとか名詞修飾説などいろいろな呼び方がありますが、要するに昨日見た映画ですとか、クラスをよく休む学生という表現ですが、まず英語と日本語のいわゆる関係説の構造を比べてみたいと思います。 The students who are studying Japanese at York University と、ヨーク大学で日本語を勉強している学生の例では、このそれぞれ括弧でくくってある部分がアンダーラインで示された名詞を修飾します、しています。で英語の場合は修飾節が非修飾名詞の後に来ますが、日本語では前に来ます。でご覧のようにこの例ではそれぞれの単語を 色別にしてみますと、語順が英語と日本語でまるっきり反対になっているのがわかります。これは英語の関係節の種類です。非修飾名詞の節の中での文法的機能に従いますと、主語、直接目的語、間接目的語というように全部で6種類あります。そしてこの文法的機能というのは節の中で、who、which、to whom などのいわゆる関係代名詞で表されます。で英語は語順というのが文法として非常に大事な要素となっていますが、そのような言語ではこのようにある文から関係節を作る際に非修飾名詞が外にこう取り出されて、もともとあったところにギャップが残っているという考え方をします。ところが日本語の関係節の場合は、これは先ほどの例に従いますと5種類ということになりますが、このもともとの文の中のが、を、になどの助詞、つまりこうやって名詞にくっついて文法的機能を示していた格助詞が節になりますと逆に消えてしまいます。ということは格助詞がなくなってしまうので、非修飾名詞の文法的機能が節の中では曖昧になるということです。でここまでをまとめますと、日本語の関係節というのは先ほど申し上げたように修飾節が非修飾名詞の前に来るという特徴に加えまして、英語の関係節のように、関係代名詞を使わないということ、それから節内で格助詞の削除が起こるということが挙げられます。
そこで英語の関係節の捉え方に従いますと問題になってくることがあります。例えば本を買った学生といった場合、まあ、普通に考えればある学生が本を買ってその学生について何か言いたいのだな、その場合この学生っていうのは主格ということになりますが、場合によっては誰かがある学生から本を買ってその学生について語っている、でこの場合はの学生は社格ということになります。または誰かが学生に本を買ってあげてその学生について話しているという場合は学生は間接目的格というふうになります。でこの3つの解釈が可能です。もう一つの例は、ともちゃんが買った店はどこと言いますと、おそらくある店でともちゃんという子が何か買ってでその店はどこという解釈になると思いますが、でその場合の店は社格です。これがドナルド・トランプが買った店はどこ、この本が書かれたのは20年以上前の話ですので、その時はドナルド・トランプというともちろん大統領ではなくてお金持ちの代名詞のような感じだったんだと思いますが、こういうふうに言いますとトランプがお店を丸ごと買ったのだという解釈にもなります。でこの場合の店は直接目的格になります。でこのように日本語の関係節あるいは連帯節というのは修飾節、ともちゃんが買った、トランプが買ったの部分と非修飾名詞、店の結びつきが英語のように文法ではなく意味で結びついているのだということがわかります。でこのように最近の研究ではこれはスタンフォード大学の松本先生の説ですが、日本語の名詞修飾節というのはそもそも単一の構造でできているものだとする見方が出ています。例えばこの2つの例、私が昨日会った人と地球が丸い事実は英語では違った構造だと考えられていますが、日本語ではこのその他のドアを叩く音というようなものも含めて全て同じ構造だとするものです。そして日本語では特にこのその他の種類が大変豊富です。でさらに日本語の修飾節と非修飾名詞は文法ではなくて意味でつながっているという見方をして、で日本語は他の言語と比べて修飾節と非修飾名詞を最も幅広く組み合わせることができる言語だということが明らかになっています。で私はこの捉え方が最も納得のいくものなのですが、この内の関係と外の関係という分け方が一般によく使われますので、差し当たってこれを使って日本語によく見られる連帯節を見てみたいと思います。でこれはよく使われる例ですが、サンマを焼く男は男にがの格助詞をつけて、男がサンマを焼くという元の文に戻せますが、サンマを焼く匂いは匂いにどんな格助詞をつけても文に戻すことはできません。この戻せるのが内の関係、戻せないのが外の関係ということです。で日本語ではこの外の関係の説もよく使います。また例えば一般に短絡と呼ばれる種類が日本語の連帯説の重要な一部になっています。これもよく引用される頭が良くなる本で、この本を読めば頭が良くなるという説明が短絡化されているという見方がされますが、先ほどの修飾節と名詞が意味でつながっているという解釈をすればすっきりするかと思います。また例えば野菜を食べる味噌汁という商品がスーパーに並んでいたとしても、日本語母語話者なら特に変だと思わないで、この味噌汁には野菜がたくさん入っているんだなと解釈しますが、これを英語に直訳してしまうと大変なことになります。ちなみにこの松本先生によりますと、英語にも似たような表現があるんですね。例えば、I can take a joke laugh just out of bed voice. A snack that you don't have to wash your hands. でもこういう表現は話し言葉に限られています。あとは、だいぶ前なんですけど、キャンベルスープのコマーシャルで The soup that eats like a meal というのがあって、ちょっと面白いなと思いました。
このつまりこのスープはあの具が豊富で、この一缶食べたら一食分になるよというようなことを言いたいんだと思いますけど、あのこういう表でこの、もしあの時間があれば後でこのコマーシャルをお見せしたいと思いますが、あただこういう表現はあの人目を引くためのコマーシャルだからこそ英語でも許されると言えます。あくまで英語ではあの一般には認められない表現ということです。ということで、日本語の連帯修飾節というのは、食べるもの、飲むものといった短いものから、太郎が亀を助けた話のように内容を説明するもの。食材を買ったお釣り。これは何もお釣りを使って食材を買ったわけではなくて、買った後のお釣りという解釈になりますが、食べても太らないお菓子。大学に受かる家庭教師。これは家庭教師が大学に受かるわけではなくて、その家庭教師を雇えばということですね。それから、日本語の場合は、お乗りになりますお車のように、就職施設内でも、丁寧体、マス形を使うことができます。これは日本語に体系的によく似た韓国語でも許容されない現象だという報告があります。で、最後の例は、談話展開型体、連帯説と呼ばれるものですが、先に起こった出来事を受け継いで、それを見ていたなんとかさんはという表現を日本語ではよくします。こういった説は日本語ではすべて同じ構造で、就職説と名詞が意味でつながっていると言えます。では日本語の教科書では、連帯就職説はどのように扱われているか、ざっと見ていきたいと思います。文法項目としては大抵あの教科書の1冊目の最後か2冊目の前半で導入されるようです。で、典型的にはまずあのその表現を含んだ会話が出てきます。そして文法説明、練習問題ということになります。例えばこれは元気の会話で、歌舞伎を見に行った話で、出ている人はみんな男の人ですよ。本当ですか。でこちらは Japanese for busy people で、コミュニティセンターのメンバーは働いている人が多いんです。でこちらは仲間で、写真を見ながら、じゃあこの帽子をかぶっている男の人は弟さんですかということで、教科書に最初に出てくる連帯説は一般に何々している人というのが多いです。次に文法説明ですが、こちらは元気。これが JBP。で、こちらが仲間ですが、連帯修飾説というのは、形容詞や形容動詞と同様に、非修飾名詞の前に来て、説内ではプレインフォームを使うということを中心に、その形に重点を置いて説明しているものが多いです。ただ、どういう時に連帯説が使われるかというはっきりした説明はないようです。そして、練習問題ですが、これは元気の例です。田中さんはどの人ですか？メガネをかけている人です。これはペアワークで、この人たちの名前を半分だけ、明らかにした絵を2枚使って、それぞれ、よしこさんはどの人ですか？テレビを見ている人ですと言い合うタスクです。で、この3つ目はあのクラスの半分に何かしているポーズを取らせて、マイクさんはどの人ですか、車を運転している人ですと言わせるということで、最初にあの何々している人という形で導入したので、全て同じような練習になっていますが、こういう繰り返しドリルを全部やる必要があるのかなという疑問があります。ちなみにあの元気は2冊目でもう一度連帯説を扱っているんですが、昨日買った本のような形で導入して、こういう練習問題を使っています。ただあの形を繰り返すものが多いようです。で、こちらは JBP で、ここはホールです。コンサートや講演会をするところですということで、何々するところですという説をどちらかというと機械的に算出する練習。
仲間ではやはり佐藤さんはどの人ですか？スーツを着ている人ですということで、あ、名前がそこに書いてあるのにどうして、あ、どの人ですかという質問をするのかという素朴な疑問が出てきて、あ、ただ繰り返すだけの練習になってしまうんじゃないかなということがあります。それから答えるときに佐藤さんはどの人ですか、あ、っていうときに、わざわざ連帯説を使わずにスーツを着ていますでもというのもありなんじゃないかなという投げ物も湧いてきます。これはしばらく前に発表したものなんですけど、元気をはじめ、北米でよく使用される教科書、このシチュエーショナルファンクショナルジャパニーズですか、それからようこそなども含めて、これらの7つの教科書で、どんな種類の連帯修飾説が使われているか調べてみました。でこれがその結果の一部なんですが、このブルーのところが先ほどご説明したうちの関係で、この黄色の部分が外の関係と短絡の種類です。でそれぞれの教科書で連帯説が扱われたレッスンでの説の種類の割合を見てみますと、この下から2番目が7つの教科書の平均 の割合なんですけど、うちの関係と外の関係ではうちの関係のものがほとんどで、外の関係の説はどの教科書でも全くまたはほとんど使われていない。で使われたとしても名詞の種類が非常に限られているということが分かりました。この一番下の最後の数字は日本語母語話者が書いた文章から連帯説を拾ってその種類の割合を計算したものなんですが、3割近くが、外の関係の連帯説でした。ということは教科書で紹介されている日本語の連帯説というのは必ずしもよく使用される種類を含んでいるわけではないということになります。次に、こちらはさらに遡りますが、うちの大学で日本語を取っていた1年生、2年生、3年生が書いた作文と、これは平均ですが、トータルですが、日本語母語話者が書いた作文に現れた連帯修飾説の種類を比較してみた結果です。で やはりと言いますか、うち の関係の種類が多いんですが、1年生はやはりほとんど外の関係の種類は見られず、3年生になって、ぐっと増えてくるのが分かります。で日本語母語話者はやはり外の関係の説を3割近く使っていました。でこれは随分前の例なんですけど、まれなケースだったのでお見せしたいと思いますが、日本語コースの1年生の学生が書いた作文に出てきた連帯説の例です。自分がよく行くお寿司屋さんについて書いた作文に出てきたんですけど、彼の作った料理の食材は彼の釣った魚です。これはこの寿司屋人気があるの秘密です、ということで細かい文法の間違いはあるんですが、必要に応じて直接目的格の説を2つと外の関係の説を1つちゃんと使っているので、私としてはよくできましたという感じで嬉しく思った例です。ということで連帯修飾説の例を見てきましたが、では実際に日本語教師は教室でどんなことができるのかということを考えてみたいと思います。まずは機会があるごとに簡単な連帯説を使ってみるということがあります。例えばウォーミングアップの会話の時に誰かが最近人気のなんとかっていう映画を見ましたと言ったとしたら、他にその映画を見た人はいますかと言って手を挙げさせる。あとは昨日休んだ人は誰と誰ですかとか、機会があれば来月日本に行く予定ですのような内容を説明する予定を修飾する説を使ってみせたりする。このアンケート調査っていうのは学生がそれぞれ好きなトピックで、例えばよく買い物に行くところはどこですかというふうにクラスの中でなるべく何人にもインタビューさせて、結果をまとめて、クラスのみんながよく買い物に行くところはヨークデールですというように発表をさせる。
なぞなぞなんかも何々するものは何ですかという感じで自然に連帯説が出てきますよね。それから先ほどの田中さんはどの人ですか、メガネをかけている人ですというドリルの代わりにですね、同じような人の絵を2枚使ってペアワークで、名前をそれぞれ半分だけ明らかにした2枚の絵を使ってペアワークで、メガネをかけている人は誰ですか、田中さんですというふうにして答えを探させるというふうにすれば少し良くなるかなと思います。それから皆さんも子どもの頃なさったかと思いますが、フルーツバスケット、いわゆるミュージカルチェアですね、仲間でも紹介してありましたが、クラスで椅子を輪にして座って、一人だけ真ん中に立った人が、メガネをかけている人と叫んだら、メガネをかけている人全員が立ち上がって別の椅子に移動しなきゃならない。で、その間に叫んだ人は空いている席に座って、弾かれた人がまた何か叫ぶと言って続けるゲームです。また、教科書でカバーしていない、日本語に独特の種類は、いっぺんにたくさん出なくていいのですが、具体的な例を見せてあげたりしてもいいかもしれません。例えば、先ほどのバリエーションで、7日間で突然頭が良くなる本。本当にこの本でそんな風になればいいんですけど、この真ん中のはちょっと見えにくいんですが、野菜を食べるカレー。日本に行ってる時に見かけた お店の名前です。あとその後味噌汁にもいろいろ出てきまして、野菜と海藻を食べるお味噌汁、キノコを食べる味噌汁、それから怖くてトイレに行けない話なんていうのもよく使う表現ですよね。もっとあります。このリリー・バック・ドーマッツっていうのはヨークの卒業生で、日本語言語学のコースも取った優秀な学生なんですが、 CIR のポジションで日本で就職しまして、時折日本で見つけたいろいろな面白い連帯説の例の写真を送ってきてくれます。先生またいいの見つけましたとか言って、これは綺麗に痩せる美人レシピ、野菜のコツが、すいません、料理のコツが分かる本、それからカレーとチャーハンを美味しく食べるスプーン、このスプーンにはなんかいろいろなシリーズがあるようです。ということでまとめますと、教科書というのは専門家の方たちが集まって考えた際作られたものですので、基本的にうまくできているのは違いないのですが、必ずしも学習者の疑問に答えるような文法説明がしてあるとは限りませんし、先の例でもうお話ししましたように、よく使用される種類が入っていない可能性もあります。ですので日本語教師は常にクリティカルな目を持って教科書を使用する必要があるかと思います。またどんな時にその文法項目が使われるのかという説明を加えたり、先ほどお話ししましたように、その表現を使わなければならない状況を教室の中で作ってしまう、それから例文や練習問題などは学習者にとって本当に役に立つかどうか吟味した上で必要なものだけ使って、あとは自分で補う。また機会があるごとに以前導入した項目と組み合わせて次第に積み上げていくといった努力が必要かと思います。いずれにせよこういったことのために日本語教師は特に教科書で説明されていない本当の意味で使える文法を自分でカバーしていく必要があるかと思います。最後に日本語文法関係のおすすめの本ですが、どれか選ぶとすれば、やはり牧野先生、筒井先生のロングセラーの文法書が丁寧に説明してあって便利かなと思います。初級、中級、上級と3冊あります。それからこれは最近の本ですが、川口先生の初級文法文系完全文脈化個人化アイデアブックというので、非常にいいアイデアが満載でおすすめです。再来年あたりに50項目ぐらいの文系を50-50で扱った第2巻と第3巻が出る予定だそうです。で、これはお話ししたうちの
主な参考文献です。で、私の話は一応ここまでです。ありがとうございました。はい、矢吹先生ありがとうございました。はい、で、グループディスカッションですが、できればこの3つの質問について考えていただけたらと思います。その後、村上先生にその、指揮を取っていただきたいのですが、まず、日本語を教える際に、教科書の文法に縛られていると感じたことがあるかどうか。そんなことは全くないという方はですね、ここでちょっと足踏みして、他の方のお話をお聞きいただければと思います。で次に一般的なことでもいいんですが、できればどんな文法項目についてそう感じたかについて、で最後にそれに対処するためにどんなことをしたか、したらいいかということについて、なるべく具体的なことを話し合っていただければと思います。でこの時に先ほどそんなことは全くないとお答えになった先生方は、ぜひここでいいアイデアを提案してくださるとありがたいです。で、その後、結果を教えていただければと思います。村上先生、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ矢吹先生、ありがとうございました。それではですね、早速グループに分かれたいと思いますが、グループ、ちょっと時間もあまりありませんので、自己紹介はもうお名前の後に住んでる場所とか書いてありますから、自己紹介はもうしなくていいと思います。で、初期の人を一人だけ決めていただきたいと思うんですけど、初期を決めるのにもちょっと時間がかかってしまうともったいないので、もうアルファベット順で一番早い人という感じでそんな感じでよろしくお願いします。漢字の人はそれをアルファベットで読んだときにどういうふうになるかでよろしくお願いします。はい、それではですね、これからはい、もうオープンし、ブレイクアウトをオープンしますので、インビテーションもしくは招待状というのが来たら、ジョインまたは参加というのをお願いします。今なんか慌てて名前を変えてる人がいますけども、いや、はい。でもすいません、部屋を開きますので、移動をお願いします。よろしくお願いします。はい。大丈夫ですか？ジョインもしくは参加を押してください。はい。あれ、アサインされてない人はちょっと待ってくださいね。じゃあ、アサインされてない人は今から、もう一回やります。どこだろう。招待状届いてない方いらっしゃいますかね。今こちらに残ってらっしゃる方、みちこさんは招待状届いてないですか。ないみたいです。招待状届いてない。じゃあね、じゃあね、すみません、ちょっと大変申し訳ないんですけど、じゃあ別のところにちょっとアサインしてみましょうか。もう一回やってみますね。それでダメだったら、他のところに移動してみてください。じゃあ、9、はい。どうですかね、出ますか？出ないかな。じゃあ、出なかったら、もう一旦、すみません、出てからまた入っていただくと、今度は多分大丈夫になります。いいです、いいです。はい、はい。はい、すみません。出てからで、はい。はい。NP 陽子さんという方が2人いらっしゃるんですね。途中退席する方も一人いらっしゃるところです。はい。
はい、それではちょっと僕はディスカッションの方をちょっと見てきます。はい、失礼します。はい、一番少ないところに行った方がいいかな。一番少ないところは、こちらかな。あ、こちらか。戸惑って、ちょっと教えるときにどうしたらいいのかなとか、ちょっと発想の転換が必要だなとか、ちょっと、はい、戸惑ったという経験がありました。とばの違いは、とはどっちかっていうとこう自動的に、そうですね、はい、そうなっちゃうっていう、うん、例えばなんか自動販売機でこのボタンを押すと、あ、そうですね、はい、なので私今まで教えていたのは、そのいつもそうなる、自動的にそうなるっていう感じで、その春になると花が咲くとか、お酒を飲むと顔が赤くなる、で、まあ、道案内ですとか機械の使い方はもちろん入るんですけれども、ちょっとそのくくりが範囲が違ったので、ね、もちろんかぶさる部分もありますし、そうですね、はい、どっちかっていうとなんかことわざですとか、なんかこう普遍的な、必ずそうなるみたいな、うん、そうですね、ちょっと文語的なところもありますし、微妙ですよね、はい、その違いっていうのは。で、それを、はい、言葉で、その相学習者 の, 興味とかにもよると思うんですけど、大人の学習者でそういう違いを、はい、英語で説明した方がスッと入りやすい方でしたら、説明していいと思うんですけど、あとは、はい、いつも思うのは、なんか先ほども申し上げましたけど、なんかこの説明がスパーッといくっていうのがなかなかやっぱりない、うん、だから本当先生のこの、ガッツフィーリングで、うん、これはやっぱりそうだっていうのがあったら、それに従う、説明するときにやっぱりいろいろな例を出して、その状況でどっちかっていうのを分かってもらうっていうのがやっぱりいいかなと思うんですけど、はい、他の方で何かありますか？ありがとうございました。腹がやっぱりでも一番一般的ですよね、包括的に。そうですね、はい。はい、今、バイガーさんが手を挙げてました。はい、バイガーさんが今手を挙げてましたか？はい、お願いします。バイガーさん。あ、いや、聞こえないですね。どうしたんだろう。あ、でもアンミュートになってる。あ、ちょっとわかんないです。すいません。はい。村上先生、今何人ぐらいのグループでしてくださってるんですか？ですね、7人が一番多いですが、8人のところもあります。はい、はい。はい、わかりました。時間になったら教えてください。はい、もうあとすみません、2分ぐらいで、はい、じゃあなんか誰か、どなたか初期の方なんかすいません、コソワードというか、やっぱりこれは何々です、あれは何々ですっていうのがすごく機械的な練習で、あ、はいはいはい、それでそこで、でも This is a pen にしても文脈を作れば、そうです、もちろん使えないわけじゃないので、やっぱりその文脈作りっていうのが、ない教科書、機械的なプラクティスが多いのが、そうですね、はい、特にその話者の視点が関係してくるような項目はもう本当に文脈でいくしかないです。コンテキストを作ってあげて練習するのがやっぱり一番だと思います。言葉で説明する代わりに、やっぱり聞かれたらこういうちゃんと教わるのは自分の近くにあるものがこうシリーズで、で聞いてる人の近くにあるものはそうでっていう、それで離れてる人はあってっていうふうに説明すればいいですけど、やっぱりなんかコンテキストで練習するのが一番スッと入りやすいかなというのは、はい、ありがとうございます。こちらこそ。もう時間ですかね。ちょっとみんなの日本語なんですけれども、はいはい、時々練習ビーターで
こんなの別にっていうような練習があるんですけど、そういう時はもう実際の皆さんはどうですかみたいに振って話させるっていう。はい、皆さんお帰りなさいませ。あと、まだ40秒ぐらい、あるので、でも結構戻ってらっしゃってますね。はい。はい、あと30秒で皆さん戻ってくることになっております。あと10秒ぐらいですね。はい。はい、はい、今残りの方も戻ってらっしゃったようです。はい、それではブレイクアウト、ルームの、ディスカッションもお疲れ様でした。それからお帰りなさいませ。それでは、はい、早速ですが、チャットボックスの方に、もう石野さんが書いてくださってますね。チャットボックスの方に、まとめられた書記の方が、話に出てきたことをペースト、そのままコピー&ペーストしていただければと思います。よろしくお願いします。矢吹先生、チャットボックスの、はい、見方は分かりますか？一番下のこのチャットというところをクリックすれば、ね、はい、そうか、はい、さっき一番最初に自己紹介してたのと同じく。はい、はい、はい。わあ、たくさんありますね。はい。文法が出てくる順番。はい。意味ないと思って。これは皆さんも、はい、ご覧になって。はい。皆さんもご覧になります。はい。はい。意味ないと思っても。はい。ちょっと笑っちゃいけないけど。はい。すいません。教科書がある限り縛られる。あ、そうですか。そうですよね。JLPT 対策。そうですか。本当にいろいろありますね。この対策っていうのも考えてくださったのはとてもいいですね。そうですね。もちろん文法っていうのは私は英語を文法中心で学びましたので文法分かっててよかったなって思うこと何回もありますし、そのフォローすることは大事だと思います。私もこの有森先生ですねのご意見に賛成です。それをどういった順番縛られずに、必要な時に自分で説明できる文法を日本語教師は使う必要があるっていうことなんだと思いますけど、やっぱり
文脈を作ってあげるっていうのが一番コンテキストの中で、しかもその、学習者が例えば興味のあることを常に念頭に置いてやっていく必要があるかなと思います。例えば例えば相手の方が社会人ではなくて学生なのに、なんかいきなり会社の会話っていうのを持ってきたとしても、スッと入っていくとは限りませんし、そうですね、典型使う。なんか、ご質問が非常に多いみたいなので、どのように対処したか、したらいいかっていうのご意見もあったら嬉しいですが、どうでしょうか、どれにしましょうか。村上先生、すごくたくさんあるんですけど。そうですね、もう全部はちょっとさすがに無理だと思いますので、目についたものだけでも結構です。はい、はいはい、それちょっとどなたか、音が入ってるみたいですね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫かな、はい、はい、ちょっと一人の方ミュートします、すみません、はい、はい、はい、ここに具体的なご質問で、はい、自動詞・他動詞ペアっていうのがあるんですけど、私はこれは個人的にはやっぱりいろんなペアがありますよね、日本語は。あれを全部やってしまうっていうのはものすごく酷だと思います。それはしない方がいいと思います。本当によく使う、開くと開けるですとか、本当に絞って、それをやる、コンテキストを与えてやるっていうのに賛成です。あれ、ビャーっとこう、表みたいにして暗記しろっていうのはすごく酷だと思います。面白くありませんし、ちょっとずつ、やっていくしかないかなというふうに思います。ですね、現地にいらっしゃるネイティブの先生が文法の説明をするの で、その先生の文法の説明に縛られることがある。やっぱりみんなの日本語、民日で教えてらっしゃる方が多いですね。先ほども申し上げましたけど、やっぱりこう批判的な目で見る必要はあると思います。何もその先生の文法の説明に縛られることは全然ないと思います。ご自分で納得のいく説明をしている文法に従えばいいんじゃないかなと思います。それから、そうですね、先ほど、おすすめの本のところで川口先生の文脈か個人かというのをご紹介させていただきましたが、川口先生はすごく分かりやすく説明していらっしゃるので、本多分皆さん役に立つんじゃないかなと思います。あとはそうですね、ロールプレイみたいなのはやっぱりなんかこうやらせみたいになっちゃうので、まあ皆さん楽しんでやれば別にいいんですけども、むしろ何て言ったらいいかな、教室内で可能な文脈を作ってあげるっていうのも必要かなと思います。そうですねここにやっぱり文脈を作ってから練習する、はい、そうですか。この最後の方、オーストラリアのバイガーさんは、以前勤めていた学校では主任講師主導でテキストにあってもこの練習をしない、これを教えないというのをやっていました。これはバイガー先生がご自分で判断なさっていたのでしょうか。一番最後のお答えですけど、みんなで話し合う、そうですか、わかりました、そうですね、それはいいアイデアだと思いますだから
そうですね、機械的なドリルっていうのはやっぱり誰が自分がやってもつまんないですし、やっぱりその状況、どういう時にその表現を使うのかっていうのがスパーッと入っていったらこっちのものっていう気はします。いつ使うのか、どういう状況にある時にこういう表現を使うのかっていうのを何らかの方法で、伝える必要がありますので、それをそういうコンテキストを作ってあげるっていうのが一番大事かなという気はします。すみません、あまり具体的なお答えではないんですけど。それからちょっとまた真ん中ぐらいに戻っちゃったんですが、 NP アボさん、例えば初級では自己紹介から始めますけど、名前や学年は言えても好きなものなどの情報は交換できないので自己紹介自体の意味を見失っている。これ本当にそうで、もうデイワンから動詞ちょこっと入ってもいいんじゃないのっていう気がします。形容詞も形容動詞も自己紹介の時は必要ですよね。あと何々は何々ですっていう文型しか使えないというのは非常に苦しいので、何を自己紹介の時に最初から簡単な動詞入っちゃってもいいんじゃないでしょうか。それは先生方がご自分で本当に縛られずになさっていいことだと思います。矢吹先生、じゃあ残り10分を切ったところなので、もし質疑応答の方があればそちらに移らせていただいてよろしいですか。どうぞお願いします。はい、わかりました。じゃあ、ご質問のある方はちょっとですね、今日人数が多いので声を出していただかないとわからないことがありますので、ミュートをご自分で外して、ご質問いただければと思います。一人手挙げてますか。はい。真鍋さんって手挙げてます。じゃあどうぞ。はい。聞こえないですね。聞こえました。今聞こえた。今聞こえました。はい。私は文法は初級なんかはほとんどもう学生にいろんな例文の中で自分で規則を発見させるようにしてるんですけども、ただ今日はお話先生からありました外の関係なんかの場合は具体的にはどういうふうに先生は、はい、指導というか教える、どういうふうにされてるのかなっていうのを、文脈ってお話はありましたけども、それ以外でそういうちょっとフォーカスしただけではいろんな例文を見ただけではちょっと理解できない。そうですよね。先生は自分で発見させるっておっしゃいましたが、どんな感じ、例文をたくさん与えてでということですか。教えていらっしゃるのは大人ですか。学生ですけれども、大学生。グループワークさせて、その中で、はい、午後でもいいので、ね、どうっていうのを、できるだけ発見させるようにはしてるんですけども、単純に私だったら楽しいかなと思ってそういうふうにしてるんですけど。そうですか。はい。外の関係の関係説は連帯説はそうで連帯就職説そのものは規則を教えるよりも短いものから入って例をたくさん最初から言わせるんではなくて、こちらから短いものですとか その場で必要なものを常に言ってインプットが最初は大事かなという気がします。そうすると日本語っていうのは こんな動詞とこんな名詞がくっつくんだっていうのがだんだん分かってくるかなという気はします。本当に明日来る人、来ない人、それだけでも連帯説ですよね。あそこに寝てる人がいますよ、それももう連帯説ですよね。ですからプレインフォームを使わなきゃいけないですとか、名詞の前に規定で助詞は消えてしまうっていうようなわざわざルールは最初から教える必要はないと思います。でだんだん
あの定着して、知らないうちにだんだん定着してるっていうのが一番あの望ましいと思うんですけど、あの教室であのどんどん教師が使って、で、はっと気がついたらもうなんか、あ、使えるようになってたっていうのが一番、まあ理想的ですけど、で、その時に種明かしというか、今まで使ってきたけど、日本語っていうのはこんな動詞とこんなあの名詞がくっつけるんだよっていうのは後で教えてあげると、その時にああそうかって言ってますます定着するんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、はい、はい、他にもご質問の方いらっしゃいましたら、もうご自分でミュートを外していただいて、ご質問いただければと思います。画面が後ろの方の方、ちょっとこちら見えないので、もう質問のある方はご自分でミュートを外してくださって結構です。はい、まだ一人ぐらいは、ご質問いただけるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。あ、どなたかどうぞ。今ミュートを外された音がちょっと聞こえましたけど、あれ違うかな。あ、人が多いからかえって質問しにくいんですかね、こういう日は。そうですか。いや、質問が多いかなと思っていたんですけど。あ、今手挙げてる人、あ、有森先生どうぞ。はい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 、はい、じゃあちょっと先ほどですね、野菜を食べる味噌汁とか、はいはい、英語にすると全然意味が変わるなと思ったんですけど、はいはい、ああいうのは例えば学生に見せて、そのこれどういう意味だと思うかとか、そういった考えさせたりとかして、いいですね、はいはいはい、お使いになってるのかなと思って聞いてます。あ、いいですね。それはいいアイディアですね。考えさせるっていうのはいいと思います。はい、ええええ、ああいうパッケージとかだったら、ね、そういうやり方でそれだけでも楽しいかもしれないです。そうですね、はい。それでなんかさっき言ったリリーなんかはハマってしまって、なんかいろんな面白いの例を、面白い例を見つけてくれるんですけど、はい、あ、そうですね、どういう意味だと思うって聞くのはいいかもしれませんね。はい、で、こういうつながり方っていうのは日本語だけかと思っていましたら、いろんな言語でそういう言い方するんですよね。韓国語もするみたいですし、あと、いろんな言語で、日本語ほどは、日本語がやっぱり一番広く使えるみたいなんですけど、さっきの、なんか見てたらよだれが出てきそうな食べ物とか、そういうよだれが出る食べ物みたいな表現をする言語が結構あるみたいです。はい。はい、だから今のご提案で思いついたんですけど、じゃあ自分の言語でそういう言い方するって聞いてあげるのも面白いかな。そうすると、ああするするっていう言語と、いや絶対そんな動詞と名詞はくっつかないっていう意見が多分分かれてくると思うんですね。その体系的に日本語に近い言語とそうでない言語のを母語話者とする学習者がいれば、それはそれで面白いディスカッションっていうか結果になって楽しいかもしれません。ありがとうございました。はい、ご質問ありがとうございました。それではですね、もうすみません、残り1分なので、じゃあ本当に矢吹先生、今日は大変貴重なお話を伺うことができてありがとうございました。なんか、はい、いろいろ CD 滅裂になってしまいまして、でもいろいろなところからご参加くださいまして、はい、ありがとうございました。はい、ではですね、ちょっと最後に次回 の、 お知らせなどをさせていただきます。次回は、ですね、アーバードラーニングアカデミー共同創設者であって、日本語教師の、有馬ホーキンス佳代先生にですね、初めて子どもを教えることになったらというタイトルで、お話を伺うことになっております。日時は、10月21日で、今日と同じ時間です。あ、日本では10月22日の朝になりますね。はい、では最後にアンケートと、あとそれとですね、リンクをちょっと送らせていただきたいんですが、ちょっとすいません、チャットボックスに今送りますね。ちょっと待ってくださいね。チャッ
ットボックスが開けなくてですね。あ、はい、開きました。はい、じゃあ今リンクを2つお送りいたしました。1つは今日のアンケートです。これ後ほど、まあ、メールででもお送りいたしますが、もうすぐにお答えになる場合はこちらからお送りください、お答えくださいませ。それと、もう一つ、日本語教育とソーシャルメディアというのは、あさってからですね、1ヶ月に1回ずつ6回にわたって、まあ、僕の方で話題を提供させていただいて、まあ、同じような感じで、ズームで、皆さんの意見交換ができればというふうに思っております。それも、こちらで、今、申し込みができますので、お時間のある方はぜひ、ご参加いただければと思っております。はい。それでは最後にチェックアウトとしてですね、まあ、本来でしたら一人一人にお伺いしたいんですけど、ちょっと無理なので、チャットボックスに、今日のご感想を本当に一言ずつ、お書きいただければと思います。それでは、チャットボックス、このチェックアウトをもちまして、本日の、オンライン講演会は終了とさせていただきます。こちらで、レコードも、録画もストップさせていただきます。本当に今日は皆さんご参加くださいましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。